1号艇丸野和樹選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すごいですね。すごいですね。めちゃくちゃ声援がすごいですよ。ありがたいです。これはどうなんですか、はい、緊張感に変わっていくんですか、それを楽しみになっていくんですか。楽しみですね。楽しみになっていく、はい、そんな中得点トップで1号艇で登場です。はい。モーターの仕上がり、手応えいかがなんでしょう。いや、もうモーター様々です。様々、はい、どの辺が一番気に入ってます。特に出足、回り足、そこからの行き足、いいと思いますね。ということはもうスリットから回るまで、回ってからも全てがいいんじゃないかと思ってます。思ってます、はい。この後の作業としまして12レースを迎えるまでにもうちょっとここ欲しいなっていうのもあるんですか。ないです。もうこのままで。はい、もう前検比から微調整しか、はい、してないので、もう今日も微調整で、微調整で、はい、行きたいと思います。どうでしょう、徳山の水面1号艇インコースイメージは。とてもいいです。とてもいいです、はい。スタート感いかがでしょう。今節しっかり決まってると思いますね。しっかりともうフライング1本持ってますが、そこは決めていきたい。はい、バチッと決めて先に回るのみ。はい、もう自分との戦いだと思ってます。ちょっと2号艇の方が新聞紙面では結構プレッシャーかけていくよって言ってましたけど、はい、なんか昨日も勝利者インタビューで V 書いてたみたいで、V 書いてました。もう2号艇やのに、2号艇やのに、はい、ちょっとおかしいですね。ちょっとおかしいなとは思いました。ちょっとそれは、いや峰さん待ってくださいよと。昨日も今節同部屋なんですよ。同部屋なんですか。はい、1週間同部屋だったんですけど、はい、プレッシャーしっかりかけてきてました、ね。ちょっと待ってください。寝る前もずっと言われてるんですか。朝もこう。そういう時は寝てる間にやったろうかなと思わないですか。ちょっと思いました、ね。思いました。はい。それではここはしっかり先に逃げてね。でも水面でしっかり、笑顔でここに帰ってくると。はい。わかりました。それでは最後ファンの皆様にもう一言お願いします。はい。しっかりと逃げて、またここに戻っていきたいと思います。1号艇丸野和樹選手でした。2号艇峰竜太選手です。よろしくお願いします。すごいですね。すごいですね。今日は多いんじゃないですか。今日はじゃないですよ、はいはい、2日目も多かったでしょう、はい、2日目ぐらいいますね。2日目ぐらいいますね、はい。さあ2号艇で登場です。今ね丸野選手も言っておりましたが、はい、2号艇で登場、手にしたモーターの手応えはまずどうなんでしょう。いや、いいですね、はい、もう抜群です、はい、抜群。もうそれはドリームの時から言ってましたが、いや、そこからかなり良くなってます、うん、またまた上積みして、はい、この後の作業はどうしましょう。いや、昨日すごい良かったんで、まあなんかそれぐらいになればいいなと思って少しペダ調整しました。その昨日のレースのイメージのままいければいいかなと。もう昨日のでも本当にいいぐらいあります、はい。2号艇ですが、はい、1号艇丸野選手にずっとプレッシャーかけてるみたいですけど。いや、もう1号艇ぐらいのつもりでいきます。1号艇ぐらいの気持ちでいきますはい、いきます。ということは自分がしっかりと先頭で帰ってくるのみはい、そうですね、はい。スタート感いかがなんですか。スタート感は今節時計は難しいんですけど、の割に決まってるんで、はい、もう行くだけです。行くだけです、はい。もうスタート決めて、まずはプレッシャーに負けそうな1号艇をしっかりとさすなりまくるなり、ね、昨日宿舎で仕掛けてたんですけど結構、あいつ回収前にんで、なんか俺の方がメンタル削られてダメじゃないですかなかなか上手でした、上手でした、はい。そんな中で2号艇で登場です。もう峰選手のファンの皆さん大変集まっておりますんで、はい、最後もう一言お願いします、優勝するつもりで来たんで、しっかり丸野和樹倒して帰ります。応援してください。2号艇峰竜太選手でした。3号艇白井英二選手です。よろしくお願いします。何にせよすごいですね。まあ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 、さあ3号艇で登場ですが、白井選手もまずは手応えからお願いします。エンジン状態は今すごくいい状態だと思ってます。もう自分の中ではもう満足。そうですね、はい。この後もうちょっとここいろいろイメージしながらっていうのはあるんですか。まあ少し整備したので、はい、まあ、これでよく、もう少し良くなってくれればなと思います。そこの整備して今からまたちょっと調整合わせてバッチリくれば。そうですね、まあ、十分チャンスはあるんじゃないかなと思ってます。地元です3号艇ですけども、コースも3コース近辺含めてイメージいかがなんでしょう。そうですね、まあ僕より先輩の吉川さんも乗られてますので、まあ、ちょっとどうなるか分かりませんけど、はい、まあ、3コース死守で、まあ、吉川さんももう少しで還暦になられるのでもう少しで還暦になられてまだまだ早いですよ。ある程度勝負かけてこられると思うので、まあ、思いっきり3コースで取りますそこはもうしっかり来ても絶対に譲らない精神で。そうですね、はい。さあもうここ3号艇ですけども、イメージとしてはスタート感もしっかりと地元ですから調整して。そうですね、スタートはいいの行きたいと思います。いいの行ったらもう自分がもう1号艇2号艇いろいろ言ってますが、俺が一番に帰ってくると。当然そのつもりです。当然そのつもりです。
もうここはもうね、まずはもうしっかりとグランプリに向けては一つ一つ取りこぼせない戦いが続きますから。そうですね、はい、そこの熱い思いを最後ファンの皆様にもう一言お願いします。ここ徳山で再び奇跡を起こします。ご声援よろしくお願いします。3号艇白井英二先生でした。4号艇池田浩二先生です。よろしくお願いします。はい、お願いします。ありがとうございます。声援はしっかり来てますから。ありがとうございます。4号艇で登場です。はい、モーターの手応えからお願いします。至って普通ですね。至って普通、はい、そこまで言われるところも。そうですね、準優だとちょっと出られる感じはありましたね。はい、そこはどう修正していきましょう。この後、スタート感にかけます。スタート感にかけます。はい、そのスタート感はいかがなんでしょう。練習次第では極めていきます。はい、練習次第では極めてくる。はい、ということはこれはもう4号艇ですから、もちろん角想定で一手自分が仕掛けていきたい。そうですね、内側が遅れるっていう想定ないんですけど、いけるところまではいきたいと思います。いきたいと思います。はい、白井選手はね、先輩の吉川選手がどうのって言ってましたが、はい、その辺はいかがでしょう。止めておきます。止めておきます。わかりました。ということはもう4コースからしっかりとスタートは行って、展開もさせる足はつけたいなと。はい、そうですね。はい、さあそれでは最後ファンの皆様にもう一言お願いします。はい、一生懸命します。4号艇池田浩二選手でした。5号艇上条信孝選手です。よろしくお願いします。お願いします。さあ上条選手、5号艇で登場ですが、展示したモーターの手応えからお願いします。あ、はい、バランス取れていいと思います。どの辺気に入ってますか。全体的にバランス取れてるところが気に入ってますかね。そのバランス自体が自分の中ではいいかなと。はい、この後の優勝戦に向けてここもう一丁つけたろうかなっていうのは、もうこの辺で行ってもいいかなとは思いますけどね。はいはい、5号艇です。コースイメージいかがでしょう。まあ5コースから行きたいと思います。5コースから行きたい。はい、スタート感いかがでしょう。ぼちぼち自分の中ではいけてると思います。そこをスタートしっかり行って、展開どっかまくりさせていきたい。展開あればつきたいとは思いますけどね。もうファンの皆様、これでも安定の上条選手、最近は優勝ラッシュですから、はい、流れがいいと思います。流れはいいと思います。はい、もうグランプリに向けて負けられない戦いも続いてます。まあはい、もう いっそいっそ頑張ります。わかりました。はい、さあそれでは最後ファンの皆様にもう一言お願いします。はい、先輩頑張ります。お願いします。5号艇上条信孝選手でした。6号艇吉川元博選手です。よろしくお願いします。お願いします。さあ吉川選手、白井選手がちょっと気にしてましたが、コース取りなど含めてどうお考えなんでしょう。まだ還暦じゃないんで。で全然違いますよ。はい、還暦になってから動きます。還暦になってから動きます。はい、じゃあもうちょっと時間ありますね。まだ8年あります。8年ありますから。さあテニスとモーターの手応えいかがですか。十分エンジンは動いてると思います。もう自分の中では満足点。はい、この後もう一丁ここつけとこうかなっていうのは。いや、まだ今日乗ってないですけど、昨日の状態でいければそのまま行くと思います。問題ないかなと。はい、さあ6号艇です。もうねコースはちょっと、まだ還暦を迎えてないのでそのままかもしれませんが。はい、そのままです。そのままです。はい、スタート感いかがでしょう。まあだんだんとつかめているとは思います。うん、6コースですがしっかりそこは展開つきながら行きたい。まあそうですね。はい、さあそれでは最後ファンの皆様にもう一言お願いします。はい、エイジの邪魔をしないように3着狙いで頑張ります。6号艇吉川。